お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ディガポイをですね、紹介したいなと思います。で、デッキは、まあ、こちらのやつなんですけど、まあ、テンプレです。最近よくあるやつ、似てるやつなんですけど、ちょっと違います。ということで、ちょっと違うだけです。はい。ということで、グラチュアルやっていきます。で、そうですね、今意外と、なんだろうな、最近は結構、なんだかんだ迫撃枯渇と、あと今スケルトンラッシュがめちゃくちゃ増えてて、そのスケルトンラッシュって結構なんか、なんですけど、めちゃくちゃ相性が悪いっていうのが、すごいない感じがするんですけど、唯一でもないか。そのスケルトンラッシュに、強いのが、この高回転のディガポイだったり、あとは、このディガポイは、あれですね。意外とバルーンに、最近バルーンもちょくちょくいて、そのバルーンにも、強いかなと、思います。ぐらいです。で、ここは、ポイズン打たなくていいや。まだですね。まだ打たなくて。で、めちゃくちゃ回転早いんで、ちょいちょいこの、ウッドを端前で転がしたりだとか、暇になる時が結構あるんで、相手はゴールか。あれ、そういう時は端前からアイスピだったり、そうするとウッドをどんどん転がしちゃっていいかなと思います。で、これももう、あれですね、もう、ダクネなんで、美味しいですね。もう、ポイズンとウッドでダクネは処理できるんで、これもアイスイズの範囲攻撃が入って、よいしょ。ここはおお、ザップが早い相手。やばい。え、待って。やばい、まだある。けど、なんとか。危ないですけどですね。で、今相手はザップ使ったんで、ここでディガープラスのコウモリを合わせて、こっちでいっか、合わせてあげれば、刺さると思いますね。なるほど。やなめ持ちなんで、やなめ持ちはそんな関係ないですね。やなめ腐るんで。今、やなめザップのボスキゴレダクで、なんか出た。ここは一回待って、端前でこの相手のダクネとかガゴを全部、ポイズンで。あー待って、ボスキ合わせたかった。けどもこれで、ウッドを転がせば相手のダクネは処理できるんで、このミニペッカもバルキリー頑張れ。オッケー。で、相手はザップじゃない、ザップだ。ザップ使ったんで、またディガーコウモリして、やなめを打たれるか。これ繰り返してればなんか勝てそうですね。多分。でもアイスイズが、生きるのが強いですね。相手ポイズンのファイブが多分ないんで、これ。もう、無限にアイスイズ出せるまである。よいしょ。で、マジでコメント欄、最近すごい書かれてるんですけど、なんちゃらまである。僕、そんな言ってる感じないんですけど、なんか癖ですね。今多分、個人の中でハマってるんだと思います。なんで、気にしないでください。ほんまに、口癖。で、もうここはもう、出してあげて、ウッド転がして、バルキリーで防衛かな。ポイズン使わなくても守れそう。で、コウモリ、アイスピ。よいしょ。で、2体目アイスウィズ出して、あとこれ、ディガポイ出していけば、これ美味しい。ディガー読みですね、相手の。で、もうあとは付け出していってあげれば。よいしょ。よいしょ。ウッド転がして、ポイズン打って、リガー投げて、これはバルキリーでいいかな。よいしょ。あー、やばい。守られる。いや、でもこれウッドで、勝負がつきましたね。はい。いや、このディガポイが個人的に使いやすいっていうのもあるんですけど、その、テンプレだと、
エレキ、アイスイズがエレキで、なんだ、スケルトンが、コウモリがスケルトンなんですけど、まあ、個人的にはこのアイスイズ版の方がすごい使いやすいですね。ちょっとまあ試してもらえればいいかなと思います。で、まあ、テスラ、初っ端テスラ、やんちゃでもないか。そう、まあ転がして、本当はもう2、3秒、そう、こういうことが起きるんで、本当は初っ端始まってすぐ、ウッド転がしたりもいけないんですけど、ちょっと、今我慢ができないですね。よいしょ。最近、マジでロケットポイズンのトルネテスラウッドディガーみたいな、そのやばいデッキにめちゃくちゃハマってて、そのデッキだと、しょっぱなからもう、そのスペル4枚みたいなこともあって、もうしょっぱなからウッド転がすんですよね、よく。なんで、その癖でちょいと、しょっぱなからウッドを転がしちゃってますね。本当は良くないですけどね。そのデッキの癖で、ついやっちゃってますね。よいしょ。これは、リガー飛ばして多分なんか小物受けが来るかな。よいしょ。美味しい。で、端前プリンがだるいですけど、来たらコウモリ。まあ、バレル来てもコウモリ。でしょ、これはテスラを、ここに置いとくか。よいしょ！いや、これはもう、マジで偶然っす。端前プリン相手出させないようにしようとしたら、相手がいい感じに出してくれましたね。で、これ後ろからバルキリーでも出しておけば、多分コスト的に、ああ、ちょっとタイミングが合わない。おお、これも偶然。これも偶然。いやー、こう考えたらバルキリー強いっすよね、今。使用率すごい増えてますし。やば。そんなことある？あ、でも、相手バルキリー生きてる。これはラッキーっすね。で、まあ、テスラ置いて、よいしょ。あ、待って、やばい。それやばい。恥ずかしい。待って、恥ずかしい。ですけど、ですね。これもうディガポイしてたら、結局もう削りがちいけるんで、ディガー飛ばして、テスラ置いて、逆サイプリンは、この位置のテスラは結構、有効結構いいと思いますね。で、ポイズン打って、今度はまたずらしてますね。よいしょ。で、まあ、ディガー飛ばして、まあ、勝ちですかね。よいしょ。いや、枯渇に対しては結構楽ですね。ディガーポイしてればダメージ入りますし。あとはまあ、一応警戒して、はい、GG っていう形ですね。いや、マジで、普通のエレキ、エレキの方ですね。だと僕、全然勝てないですけど、これだと、すごい勝率いいっす。本当に。数枚違うだけでも、使いやすさとか全然変わってくると思うんで、まあその辺は結構個人個人でアレンジするのもいいかなと思います。はい、で、ここですね。まあ、しょっぱなアイスイズを後ろから良くないです。まあしょっぱなポイズもダメですね。まあなんでこの手札だと、まあディガーかウッドの2択で、どっちかですね。で、ここ相手アイスイーズ出してきたんで、まあ、これに合わせて、後ろからアイスイーズ出します。アイスイーズウッド、まあ、スケラかな普通に考えて。相手スケラですね。で、ここはディガー回したいかな。相手だもん、これ。おー、お？いや、出た！これ、あれや。俺が、さっき言った、ディガポイロケット。ディガポイロケットのトルネ、テスラ。いや、もう、これです、これ。このデッキが、マジで強いです。強いし、楽しいです。いや、多分マジでこれ。相手あとポイズンとトルネードが入っているかな。なんで、これはもう、スペル削りでいかないと、勝てないですね。普通のディガポイ対ディガポイロケットなんで、もう後ろからアイスウィズとかバルキリーを出してたら多分良くないかな。コウモリも良くない。ああ、でもこれは守りたい。よいしょ。これ結構悪い。
であともうトルネードあるんでこの警戒位置に出してあげてまたディガポイで永遠に削っていきたい。コウモリこの数発殴ってよしよしよし。でアイスイーズとバルキリアもうわーこれずるい。もう俺だってロケット欲しいもんこれ本当にずるい。いやーこれしんどいな。これどうすればいいんだろう。で僕があの相手のロケットデッキですね使ってたら普通に勝てますもん。あーこれはトルネードで座れますね。で座れなかった座れなかった。いやーいやマジでずるい。でもこれ勝ちたい。デッキ分かってるから勝ちたい。これトルネード使うかな。使って裏に飛ばしてでアイスウィズが来ないのか。リガーじゃウッド飛ばしてやばー相手よいしょ。やばー相手ってこのデッキ自分も使ってるんで何も言えないですけど、いやーこれで逆サイ戻さないといけないんでここでリガー飛ばしてアイスウィズからのポイズン。よしよしよし。もうできるだけ今削っときたい。これ11なってもしんどいんで、いやこれでも美味しい。めっちゃ入ってるめっちゃ入ってるめっちゃ入ってる。いや待ってこれめっちゃ美味しい。これだってリガー飛ばしてコウモリからのよいしょアイスイズ。あこれキング落ちたわ。キング落ちた。でもポイズンでアイスピも左側に出してあげてこれアイスピで勝ち。アイスピで勝ったまである。よし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 。グッドゲーム。いやー相手のデッキもマジ外役っすね。このプリンセスのあの笛吹いてるのもマジで煽り性能高すぎ高すぎ。本当にあれ欲しいんですけど僕スタンプどこで見えるんや。それこれっすね。これしか持ってない。これっすね。これ欲しいっすね。このスタンプ。はいはい。まあそれはどうでもいいしね。まあ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 こちらのそうこの相手のデッキですね。この相手のデッキもマジで強いです。で僕の今この使ってるデッキもまあ強いです。てか使いやすいと思いますね。なんでよければぜひ使ってみてください。はい、ということでチャンネル方んチャンネル登録の方もよければよろしくお願いします。ではバイバイ。